日本の戦国時代はロマンがあるが、本当はどうであろうか。もし、長篠の戦いが捏造なら、日本の戦国時代はロマンがあるが、本当はどうであろうか。もし、長篠の戦いが捏造なら、織田信長からの豊臣、徳川と続く日本の歴史が、本当なのであろうか。と問い直さねばならない。子供、慌てるでない。戦国時代で戦い方の革命である。長篠の戦い橋田原の狭さで織田軍の三千丁鉄砲数と三段打ちについて現在は否定されている。また騎馬武者を防ぐ馬防柵も簡易なものであろうと言われる。また銃弾があれだけ銃を撃った割にはみつかっていない。これは想像か捏造ではないか。日本の戦国時代はロマンがあるが、本当はどうであろうか。もし長篠の戦いが捏造なら、騎馬隊の歴史は古い。しかし、第一次世界大戦まで、騎馬隊が大活躍している事実がある。ナポレオンの騎馬隊は大砲、銃の要塞を、蹴散らしている。もし、1575年の、強力な武田の騎馬隊が、火縄銃で、なぎ倒されることはいかにもおかしい。そうなると戦国時代は本当にあったのか？という問題が起こる。現代は過去を作り変えることも可能だからである。騎馬隊の歴史は古い。しかし、第一次世界大戦まで騎馬隊が大活躍している事実がある。ナポレオンの騎馬隊は大砲、銃の要塞を蹴散らしている。もし、1575年の強力な武田の騎馬隊が火縄銃でなぎ倒されることはいかにもおかしい。戦国時代はロマンがあるが、本当はどうであろうか。もし長篠の戦いが捏造なら、織田信長からの豊臣、徳川と続く日本の歴史が本当なのであろうか。と問い直さねばならない。そうなると戦国時代は本当にあったのか。という問題が起こる。現代は過去を作り変えることも可能だからである。騎馬隊の歴史は古い。しかし、第一次世界大戦まで、騎馬隊が大活躍している事実がある。ナポレオンの騎馬隊は大砲、銃の要塞を、蹴散らしている。もし、1575年の、強力な武田の騎馬隊が、火縄銃で、なぎ倒されることはいかにもおかしい。
本の戦国時代はロマンがあるが、本当はどうであろうか。もし長篠の戦いが滅亡なら、織田信長からの豊臣、徳川と続く日本の歴史が本当なのであろうかと問い直さねばならない。そうなると戦国時代は本当にあったのかという問題が起こる。現代は過去を作り変えることも可能だからである。